キーパー以外どこでもできたんじゃないかな。絶対泣かないぞってそれで戦ってたけど安倍さんって結構もう少年みたいな人なんで、俺も引退するわけじゃないんだ。引退だよ、新たな引退だよ、新たなスタートだよ。指導者でとかっていうのはすごいですね。浦和レッズに、タイトルをもたらすような監督になってほしいなと思います。